今回の企画はドズボンドラフトリアルタイムアタック。ドズルとボンチュールがそれぞれチームリーダーとなり、自分のチームに欲しい人を指名し、2チームでリアルタイムアタックで勝負する。ドラフトされるメンバーにはそれぞれ初期アイテムが配られている。果たして勝つのはどちらのチームなのか。チャンネル登録すると今日いいことが起きます。はい、ということで、今日はね、今何なんか、チャンネル登録するといいことあるよ、いいことある。はい、ということで今日は6人でのエンドルトーマスでございます。このメンバー初めてじゃない？このメンバー初めて、キヨキヨさんとね、オラフ君初めてでしょ。オラフさん、アマンガスで、やば、アマンガスしかやったことない。そっか、マイクラ初か。めっちゃ楽しい。今日は、ドズルチームとボンジュールチームに分かれてのエンドラ討伐ということで、それぞれみんなあれなんですよね。このなんか初期アイテムが違う状態で僕とボンさんがドラフトするっていう。これ悩むなマジで。めっちゃ悩む。正直めっちゃ悩む。みんな魅力的だもん。いや、しかもこれあれ、ボンさんあれっすよ。実力だけじゃなくて、やっぱ動画の面白さも含めて、はい、ちょっと一番面白さ自信ある人誰だろう。そういうプレッシャーのかけ方やめてください。もうただあの実力でいきましょう。やっぱエンドラをどれだけ早く倒せるかだけを考えてね。それだけを考えて、じゃあどちらからドラフトするか、いくよ。はい、一番手ドラフト、さあボンさん。じゃあボンさん、はい、お願いします。誰でもいいですよ。こっちこっち、ちょっと待って待って、ボンさん。こっちこっち、ここは、はい、冷静に、私決めました。はい、タイタイお願いします。うわー、タイタイ強いな。タイタイか、なるほどね。金無限、なるほどな。いやー、これちょっと RTA といえば今タイタイもね。ね、そうね、そうね。いや、これね、タイタイの金無限とオラフ君のこのロットがね、組み合わせとして強すぎるから。確かに。そう。僕としてはオラフ君をここで仲間に引き入れないとボンさんが暴れるっていうところで。確かに。オラフ君、僕オラフ君を、はい、仲間に。オラフ君頑張るぞ。オラフ君頑張るぞ。オッケー。オラフ君。じゃあ続きまして、さあ続きまして、はい、3番手これでドズル出てほしい。いきます、来い来い。うわー、ボンさんだ。ボンさん、ボンさん、さあボンさん、強いよこっち。どっち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 、どっちどっちどっち、強いよ装備。強いよボンさん。いや決めました。はい、ボンさん、私キヨキヨさんでお願いします。キヨキヨさんだな。マジか、本当に、本当ですか。本人もびっくりしてるじゃん。作戦作戦あんの。割とオラフ君とメンのあれが被ってるんですよ、うん、確かに。あー、座標とそう、まあ、確かにロットに、あ、そっか、そっか、あ、そうだね、そういうことか、被せるっていう。なるほどなるほど、確かに。じゃあボンさん、決してキヨキヨは良かったとかそういう考えで、キヨキヨさん消去法で選ばれてますよ。気づいてる。じゃあ麺のお助けアイテム用なしじゃん。用の用さえ行かなくていいもんね、だって。じゃあお疲れ様でした。そうそう、冗談で、冗談冗談冗談、そう。じゃあ、ドズル、メン、オラフ君チーム VS、ボンさん、キヨキヨさん、タイタイチームの、3対3でエンドル討伐やっていきたいと思います。よろしくお願いします。では行きます。はい、5分を5分をチャリーン。はい、よし、じゃあ行くか、みんな。はい、よし、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。で、僕たちは、要塞、ネザー要塞行かなくていいんだよね。はいはいはい、はい。ああ、確かに。で、パール？パール集めつつ、面ってさ、情報さ、エンド要塞も情報ある、はい、あります。エンドポータルと、うん。ポータルもあるの？情報があります。ポータルもある？ポータルもあります。ポータル強い。それか、ポータルの方に行って、はい、一人だけポータルに何個ハマってるか見に行くっていう作戦もあるよ。ああ、それでも最低の数だけ。そう、最低の数だけパール集めて、だって割れる必要ないから、全く。あ、確かに確かに。そっちの方が効率いいかもかないですね。いい。そうする、そうする。僕行きますか、そしたら。メイン行く？オッケーオッケー。じゃあ頼んだ。
地図持つものとして。確かに確かに。じゃあ麺が、パールの数を確認してくれてる間に僕とオラフ君でネザー行こう。OK です。OK、頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。もうスタートですよね。スタート、スタート、スタート。やってみましょう。つけちゃいましょう。早速これつけちゃう。つけちゃいましょう、早速。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ、でかいでしょ。タイタイどうしたらいい？タイタイについてこい。ちょっと、タイタイの金も俺たちもできる限り持ってこう、持ってこう。みんな持ってきましょう。金は大量にいるから。全ロスする可能性ありますよね。そうですね、そうですね。確かに。まず木を切って、木を。あと食料が欲しいですね。近くに。食料。あ、じゃあ、キョウキョウさん村行って、ちょっと食料ベッドアサリを。お願いします。あ、わかりました。タイタイ、はい、マグマタモリあるよ。マジっすか。それはでかい。あとはじゃあバケツだな。こっから、村に行く途中にある。もう、あ、待って待って、向こうに、廃れた要塞ある。え、マジっすか。え、本当っすか。それはヒーチー氏が廃れた。あるポータルか。ポータルかあるかもしれない。皆さん、パンパンあるんで、僕50個持ってるんで。パンちょうだい。あざす。金は正直いらねえんだよな。もういらないですね。鉄なかったら、村人さん漁師にしてバケツ攻撃できるんですよ。あれがない。チェストがねえ、ここ。そんなことありますか。絶対そんなことないよ。あるはずだ、どっかにね。あ、ないことあるんですよね。いや、これ結構いい勝負になりそうですね。確かに、あっちもね、ベッドバッカーができるタイタイがいるから。はいはいはい。すぐなんですね、エンドラ討伐。そう、エンドラ討伐がね、マジで早いと思うのよ。だから、こっちとしては、あっちより先にエンドラに到達できないと絶対負ける。はい、なるほど、なるほど。間違いない。でも、ネザー行っても別に戦わなくていいもんな、今日。ブレイズと戦う必要ないから、盾とかはいらないんだもんな。もう本当に、最悪いければいいっていう可能性が。いければいいよね。よいしょ。行ってきます。いやー、負けたくないな、ボンさんチームになんか。いやー、負けたくないっすね。もうさ、僕という、なんかしては、なんか、帰宅部トリオの2人があっち行ったんで。うん、確かに。そうね。絶対に勝ちですね。頑張るわ。頑張ろう、頑張ろう。こっちあれですね、溶岩だまりと、なんか金人参のヒューチーシャありますね。あ、ヒューチーシャある。ヒューチーシャあった、はい。あ、よかった。ナイスナイスナイス。シャリあった。よいしょ、オッケー。よし。ナイスです。よし、ご鉄。オ、はい、ラック行こう、ネザーに。ナイスです。はい。マグマだまりのとこに作っときます。あ、了解。いや、キヨキヨさんも装備が強いからな。3人分装備あるんでしょ。あっちだってし、もうだから、死なないってことよね、おそらくね。ネザーライト装備ってことは。よっぽどのことがない限りは死なないよね。そうするね、あれ。ってことはやべえな。ちょっとこっち本当に早く頑張らないと。タイタイが金無限っていうことで、うん、もう、いや、そうなのよね。ほぼパールが確実に持ってると言っても。確かにそうなると差をつけれるのはそこの、もう本当ここでなるべく早く。そうですね、今チェストの中に火打ち石置いておきました。ありがとう。レイズロッドもここ置いといた方がいいですよね。置いといた方がいいね。死んでしまったら。そうね。確かに。よし、オッケー。じゃあ、行こう、ネザー。はい。いやー、この時点でどっちが早いんだろうな。え、ボンさんとか足だけ、あ、なんか 金の装備にしたりしますか？あ、しようしようしよう。それはやった方がいいと思った。できました。確かに。さあ、どうしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。金のつらじ10本作りました。ギラギラしてる。もうたくさん足りるでしょ。足りますね。絶対足ります。あ、いけた。じゃあ、キョキョさん、ヒューチーシ、ヒューチーシお願いします。あ、じゃあヒューチーシ着火式、着火お願いします。着火させてもらいます。5分を行きますよ。もう皆さん行きます。あ、ちょっとた縦が一応縦欲しいかな。縦1個ある。あ、ありますか。あ、OK です。行きましょう。じゃあ行きましょう。縦いります。僕らネザーライトっすよ。多分。そうだ、まあまあ確かに。心配症だな。強いんだ。大体心配症。心配症。心配症。すみません。ネザーライトよ僕ら。よし、やってみましょう。パールが青森が近かったらワンチャン。あ、ワンチャンあれでもいいけど。青森がですね。うん。あ、青森のもあるの？書いてあります。座標あるんだ。すごっ。-320です。-320。22のこっちか。オッケー。ワンチャン、いや、全然ワンチャン勝てると思うんですけどね。やばいやばいやばい、出たか。金装備つけた方がいいですか。金装備あるんだったらつけた方がいいと思う。なんか呪われてたんですけど、つけました。いいねいいね。オラくん、金掘りながら、はい、いや、これ青森方向ね、あれだわ、マグマ渡らないといけないからちょっと無理かも。あー、なるほど。じゃあもう金もひたすら掘りまくってる感じ、ね。うん、金掘りまくろう。いやー、これ金鉱液マジで運だな。
ここでもう3個ぐらい出てくれれば勝ちっすね。そうね。でもあとちょっとでつきますね。お、早い。お、いいね。場所が分かってて、めちゃくちゃありがたいです。確かに、場所が分かってるの強いな。だってあっち言うて探さないといけないもんね。そうです、何回か投げて。ねえ、しかもエンド要塞見つけてもポータルがすぐ見つかるわけじゃないから。はいはいはい。ちょうどいいバランスかも。ああ、要塞めっちゃ近くにあるわ。もう見えてるゲートから。丸見えっすか。丸見え、丸見え。いやこれマジで遠いとこにあってくれた方が僕たちとしては嬉しかったのに。確かに。ですね。これだって大原面が言ったら要塞の位置を知ってるってことは結構遠いはずなんよね、多分ね。なるほどね。そういうことか。いや、でもいや多分、あ、そっか。その読みをかましていきます。お、あれあれ、黒いところ見つけましたけど、これあれだ、多分昔の廃要塞ですよ、これ。あの、廃れた方、廃れた方っす、多分これ。いや、出た、これ新しいアップデートのやつですわ、これ。廃れた方見つけちゃったか。廃れちゃったか。うわ、廃れてるな。廃れてんだよな。廃れてんだよ。それ廃れてんだよな。どういう意味ですか、それ。なんか言い方が早くも仲間あれが。あー、たった。え、モンさん、マジっすか。すごい。やばい、モンさん、やばい。ブロック当たりで、キョキョさん。モンさん、すげー。キョキョ行きます。持ってる。どこですか、座標。マイナス100の25。まだ25。かなり見えるんですよ、見えるんですけど、ブロック足りねえ。オラフ君、金を頑張ってピグリンと攻撃しよう。ピグリンいます？ピグリンいない。こいつ倒してきます。ラスト、はい、ラストいける。マジ無理しないで。あ、逃げました、ガストが。嘘でしょ。ガスト逃げることないでしょ。オラフ君めっちゃ撃ってきてるよ、オラ君。いや、あいつは逃げて遠距離攻撃仕掛けてきてるだけ。いや、そういうキャラなのよ。遠距離攻撃仕掛けてくるキャラだから。あっちのね、ガストの奥にピグリ1匹いた感じするんだけど。あのガスト来てるんですよね、今3匹います。あそこ無理だね、あのゾーンは。ちょっとこっちに逃げよう。あー、ありました、ありました、ありました。お、ナイス、アイスパイ。超ポータルの真上に出ました。いっぱい、エンダーパール挟まっといてほしいな。確かに。何個ある？ゼロですね。ゼロか。え、やばっ。じゃあ12個。1個回ってない。オッケー。いやー、これどうしよう。面こっちまで戻ってくる。どうする？ま、別に戻れるっちゃ戻れるんで。それか、はい。それか、その、ネザーでつなげてもらうか。あー、もうこっち側にもゲートを作って。そっちに面が今からダイヤ掘って、あ、そっちの方が早いか。あ、いけますよ。てか普通に用がいっぱいあるんで。オッケー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 。そっちにゲート作ってもらえればかなりショートカットになるはず、はい、で、面ごめん、ゲート作ってもらって僕たちその間頑張って金攻撃で12パールをなんとかゲットするんだ、オラフ君。オッケーです。いやー、結構金不足&ピグリンがいない問題で。なるほど。いやー、でもこっちゲートできますね。オッケー、早い。あ、じゃあ面とももう合流が早いわ。確かに。火打ち石がない。シュッター。なんとかマグマで、マグマからの。ジャリジャリジャリ。いや、今日のこの対決おもろいな。組み合わせによって全然違うドラマが。確かに。あっちが今どの辺とかめっちゃ気になります。いや、マジで気になる。欲しい情報が。すげえ。じゃあどうします？俺攻撃しますか？一番遠いんで。そうしましょうか。お願いします。OK です、OK です。あ、じゃあブレイズロッド借りまくる回ですね。俺立ってるけど、この上に階段作って、この上に通じる。え、階段？そうそう、上から行ったら届くんですよ。階段を、こっちから行ける、こっちから行ける。キヨさん、ごめんなさい。そっちか、こっち、こっち、こっち、はい、あ、そっちから行けます、ついていきます。こっちから、こっちから。階段作るの結構苦手なんですよ、僕。いや、そんな人いる？いやいや、そんな階段作るの苦手。あ、これでこういうことか。そうそうそう、それだけ。俺苦手って言われて、俺どうしようかと思いました。あったあれか。あ、橋を、まだエンダーパール10個です。救急船長、ちょっとですね。はい、結構いい感じですね、今。ちょっとですね、救急船長、残り21個しか。いや、いけるそんな遠くないな。救急さん、何やってんの、救急さん。あれ、待って、早くやって。つかないんですよ、ここ。え、つかないんだけど。早くしてよ。え、つかないんですよ、ここ。あ、エンダーパール入りました、OK です。エンダーパール。あれ、なんでだろう。ちょっと、お二人、何やってんですか。え、なんかね、キョウキョウさん、橋作るのバグってんのよ。なんかバグってね、バグってて。それソウルサンド、ソウルサンドですか。オッケーオッケー。ソウルサンド、
タイプ。わかんない、わかんない。なんか、キヨキさん、いきなり置けねえとか言い出して。置けなかったんですよ。作ってこようかな。よし、ゲートできました。ナイスー。よいしょ、デザインです。面、今どこら辺いる？マイナス110の187ですね。要塞の麓です。あ、でもそんな遠くないな。あー、ゲートありました、ありました。あ、オッケーオッケー。ソウルサンドバレーですよね、多分。そう、ソウルサンドバレー。あー、じゃあありました、ありました。ナイス。ナイス。ザ・ピグリンさんにパールをもらうだけ。じゃあ、オラフ君と面で赤森方向行ってもらって、ピグリンをちょっと見つけててください。はい。はいはい、頼んだ。よいしょ。オッケー、金18の、結構ゲットできた。ナイス。よし、これでパール出るだろう。よし、じゃあみんな合流しよう。はい、はい、あーった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 めーん、もうこの橋の向こうにゲートあるんですが、ナイスナイスすぎる。ちょっとお待ちください。もうボット作ります。オッケー。あとこれをつなげれば、ナイス、途中で赤森が見えます。ナイスすぎる。よし、僕先行ってきます。はい、赤森でピグリン見つけた方がいいよね、おそらく。まあ、もうここまでピグリンいなかったらもう赤森ちょっと早いですね。いていていて、ピグリンがパッと見ないよ。あっちまでもうつなげますか。ちょっと行くか。こっち下ってった場所でもう行けそうですね。OK。 3人で固まってやったら分けも集中すると思う。そうね、34人います。います。いるいる、います、います。正面です。ああ、よかったよかった。あ、いた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 。よし、パール落とせ、パール落とせ。パール落とさなきゃ意味ないよ。おお、よし、ブレイズロッド渡しとっていい。わかりました。怖いから。めっちゃ怖いですこれ。お願い、出してくれ。お、来た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 。ナイス。ナンパル、ナンパル、ナンパル。ちょっと待ってくださいね。結構出してくれた。いいぞ。9999。9、ナイス。あとこ。おお、14。来た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 。14。ナイス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 。来た。え、これ僕がそっち合流しに行ったらいいんですよね。そうね。無事に、うん。よし。めちゃくちゃガストがいい。俺がここで死んでしまったら誰がこのパールを渡すんだ。メイン来たよ。メイン来たよ。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。俺がもうだってね、いけるもんね、僕たち。いきます。金すごいなこれ。そっち行きますか、それとも大体現世に戻ってベッドを調達しておきますか。あ、ベッドで大丈夫だと思う。ベッド、わかりました。やばい、つるしが。キヨキヨさん、ボンさんやってください。ボンさん、ごめんなさい。キヨキヨさん、ボンさんね、うまいんすよマイクラ。何をやってんすか、2人。マイクラうまいから、ボンさんの足で前に。キヨキヨさん、キヨキヨさん、来た。あー、ありがとうございます。あと、これ、あと橋をかけます。入りました。行きましょう。よし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 。あれかな、あったあったあった、まっすぐ行き終わりました。あったあった、早い早い。縦がね、どうしようか。ああ、あったあった。いや、縦とかいらないですよ、僕ら。寝ざないとっすよ。いやいや、満身満身。これがキヨキヨの選んでくれた効果。強えわこれ。そっか、これは完全にキヨキヨさん選んで正解だわ。さあ出てこいや。来た。うらうら。いや、ネザライト装備マジで強い。ありがとうございます。マジで強いこれ。あれ、タイタイのさ、選ばれた特性なんだっけ。金無限。あ、金無限か。あれ、金無限確かに助かってるからね、言っても。そう、エンダーパール、ね、めっちゃ助かってる、めっちゃ助かってる。エンダーパール。救急今4本です。今2本です。いいっすね、いいっすね。やばい。一応念のため8本いきますか。そうですよね、うん、ちょっと怖いんで。もう8本でも9本でもいいっすよ。はい、キヨキヨ選手いいよ、キヨキヨ選手。ありがとうございます。キヨキヨ選手助かります。キヨキヨ選手ありがとう、キヨキヨ。ありがとうございます。なんなら全然俺よりロット集めてるし。たまたま。俺なんか偉そうに指示してるけど、全然キヨキヨさんの方が集めてるんだけど。いやいや、あざっす。よし、おかえりなさい。現世戻りました。いいですね。よいしょ。あと倒すだけじゃないですか。倒すだけ、行って倒すだけ。飯がない。あとベッドもちょっと足りない。ベッドは今のところ。来た。あ、足りる。あ、ボンさん。あ、オッケー。おかえりなさい。じゃあ、だって飯ない？飯ないです。ください。ほら、金人参や。なんで金人参を。チェストで見つけた。おお、すげえ。おお、ナイスです。やりますね。いきまーす。ちょ、あとはポイポイロワイヤル。はい。そっちか。あ、そっちだ。キヨキヨさんの方だ。いっけー。でも、よしよしよし、めちゃめちゃエンダーアイあるんで、大丈夫です。
え、今パールどんぐらい取ったの？16個ぐらい。強い、それは強い。なんでもう4つぐらい取れると思います。これクリアした瞬間相手のディスコード行くんですよね。そうですね。そう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 。よっしゃ、行ったりましょう、行ったりましょう。こんにちはーっつって。かなり順調じゃない？めちゃめちゃ順調ですよ。かなり順調ですね。あの、あ、あ、いた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 。よっしゃー、来たー。いや、ちょっと。反対側、超海なんで気をつけてください。反対側、行き過ぎないよね、オラ君。はい、了解です。それで行きましょう。よーし、よし、よし。トータルに出る。はい、出た、はい。マグマ注意、マグマ注意。はい、ベッドで一回寝ます。じゃあ麺頼んだ、はめてくれ。はい、12個作りました。ナイス。いやー怖い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 。誰か丸石と木持ってたりする？まあ砂利しかないっすね。木だけはあります。木だけはあるか。最悪上まで上がれるんで途中で取ってくることはできます。いやいや大丈夫、どんどん行こう。ちょっと僕物資がなくなっちゃったからクリスタルゾンビ戦法で破壊します。はい、そしたら斧1個分ぐらいは作れそうなので。あーすまん。よし、クリスタルどんどん破壊しよう。はい、やべえ、これめっちゃ接戦かもしれん。多分もうここら辺だと思います、おそらく。マジ？そんな予測できる？オーケー、戻った。ここら辺だ。この辺か。まあ、近い、めっちゃ近いですね。ここに投げますか、じゃあもう一回。おっ、戻った、やった。これだ、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 これだ。よしよしよし、ちょっと、いっぱいあるんでここら辺投げましょう、一回。あれ？すげえ戻る。あ、ここだな。確かに、正確な位置を。これの気がする。よっしゃー。よし、もうちょっと掘って掘って掘り進めます。直下掘り行きましょう、直下掘り。直下掘りでいいよね、もうね。上上がる、一生上がらないよね、もう。一生上がらんす。ただ。誰か今、ずらし壊れましたよね。壊れた。金はすぐ壊れんのよ。一瞬で壊れた。あ、入った入った入った、入りました。こっちか。オッケー、分かった。場所分かった。オッケーです。じゃあ、ちょっと探索しますね。探そう、探そう、探そう。ポータル探そう。それ優先で。はい、あー、救急車。クリーパー、クリーパーいる、クリーパーいる。クリーピングオベーション、オベーション、オベーション。あー、いや、これキヨキヨさんマジナイス、ナイスです、素晴らしい。よかった、発掘していく。あった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 。よし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 、よし、まずはちょっと壊しちゃいますか。この壊して、オッケー。はい、邪魔しないでっつって。バケツあります、多分。待って待って、ちょっと待って、危ない危ない、落ちる落ちる。よいしょ、とりあえず斧を3つ入れときます。ナイス、助かる。ナイス、金を作って、よし、いきます。はい、僕も1個壊しました。はい、ナイスです。秘密破壊。わ、木があれば弓作れるな、これ。あ、木めっちゃありますよ。木ある？多分。うわ、ちょっと待って。あーって、これまさか。いやまさか。あれ、書いてた。あれ、退出した。あれ、今ボンさん一瞬入ってきたけど、何だったんだ。いやー、間違え。終わった感じだったら普通にみんな入ってきそうだもんね。確かに確かに確かに。退出したってことは普通なんか謎間違いかな。間違いの可能性高そうですね。そんな間違いある？ボンさんならあるか。もうこれ金ブロックにして使ってやろうか、この野郎。多すぎてもう不合の武器してるじゃないですか。もう行きます、もう行きます、行きます、行きます、行きます。じゃあ僕も一回リスク設定して、はい、ベッドから出て。俺リスクしてなかった、危ねえ、危ねえ、危ねえ、ね、危ねえ。で、エンダーパール差し込みさせていただいて、それでは5分を、5分を、5分を、いっけオンライン、いったれ。お、オッケーオッケーオッケー、いいっす、いいっす、行きます、行きます。お、いい場所、いい場所。タイタイの横で間近に見届け大切あるけどな、ちょっと。ちょっとね、いや、俺が面白い。最善を尽くしましょう、俺たちは。頑張りましょう。いって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 、あーボンさん、あーキヨキヨー、あーキヨキヨキヨ、ボンさん復帰じゃん、復帰、早く復帰じゃん、一緒に死んだ、一緒に死んだ、一緒に、そうですよね、一緒に死んだ。あれあれ、フリーズした、画面真っ暗、フリーズしましたね。え、俺もフリーズした一回、切断、救急生きてますけど、エンダーマンが全員停止してます。ああ、戻されました。でも俺戻された、スタート地点に。トムさんが抜けたら戻れました。え、あ、間違った、間違った、違う方行っちゃった。オラックの残骸からちょっとキーもらうぜ。あ、取ってください、めっちゃありますよ。ナイス。で、弓作る。今そっち現世いる？まだ。いや、もう、あ、こっち来た。オッケーオッケー。外心でちょっと矢取ってくる。はーい。あ、矢僕ちょっとしか持ってます。あ、マジ？今今なんか6本あります。くれくれい。おっ、壊った。いいっすね。よしよしよし。これはまあ、いやー、今どうなってるんだ。あっちはどんな感じなんだ。
わかんないわかんない。わかんないのが、わかんないのが怖い。オラくん、ラストいけそう？いけます。ナイス。じゃあ全部壊れてるな。ほんとだ、エンドラ回復してない。あとは降りてくるだけ。よし。よし。ウルス。あ、来た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 。半分、半分ぐらい削りたい。あー、ごめん。暴れとる、暴れとる、暴れとる。やば。よいしょ。しくしょう、この際やれば。この際やれば。目、目、素手まさかの。撤退しました。昨日の、昨日ので頑張ってるよ。いきます。ちょっと。いけあーオッケ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 ーです。来るか？打ってくれ。ブレス打ってくれ。あ、ブレス来た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 。ナイスブレス。誰も来てくれよ。また。あ、来た来た来てきました。来た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 来る？来る？来た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 。すげえエンダーマン切れてきた。頼むよ頼むよ。エンダーマン切れてきた。ナイス。ナイス。いいよいいよいいよ。ナイス。いいよ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 。はい。いいよ。やったやったーやったー、みんなこの中に入るんだ。この中に、ちょっと待って、俺なんかエンダーマンすげえ。まずエンダーマン、やったー、やったーやったー。最後死んだんだけど、記憶を。エンダーマン、あっちの、あっちのとこ行けばいいんですよね。ディスコ、ディスコ行きましょう、行きましょう。あ、ラストラストラスト。え、行きますか。ちょっと誰かの斧の壊れる音がした。僕ちゃんと失敗だよ。オッケー。よっしゃ。ナイス。ナイス。イエーイ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 。クリア。え、なんか多くね？え、ちょ待ってください。なんか多くないですか？なんか多いですね。なんか多かったな今。チャリーン。はい、ということで、今回の、勝負、ボンジュールチームの勝利でーす。おめでとうございます。え、どれぐらい差ありました？僕たちが倒した時に、うんうん、そっちのチームが、あの、クリスタル破壊し終わったとこでした。うわー、はい、あー、マジか。超接戦じゃん。いや、タイタイのベッドマークは決まったんですよ。いや、でしょうね。いや、そうなんですよ。いや、だから、こっちとしては、マジで、それまでに勝負をね、縮めとかないといけないっつって、めっちゃ頑張ったんだけど。いや、こっちでも、みんな大活躍でしたよ。うん、マジ、ね、皆さん、悔しい。トータル見つからなくて、キョウキョウさんが見つけてくれて。そうなんですか。確かに。それしかしないですよ、でも僕。いや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 。いや、でも、チームワークの勝利ですな。はい、いやー、こっちもね、結構チームワークでオラフ君がパール出してくれたり、メンがゲートつないでてくれたりで、いやー、いい戦いできたんだけど、いい勝負できたんだけどな。いや、楽しかったですね。はい、というところで、ねえ、じゃあ今回はボンジュールチーム勝利ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。個人的にはマジでね、メンもね、個人的に負けたくない戦いだったもんね。でしたね。ジョンさんに負けたの悔しいな。またちょっと、いつかリベンジをさせてください。お願いします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。じゃあねー。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。おすすめの動画も見てね。見ればあなたの生活がゴールデンになります。めちゃくちゃうさんくさいよ。ゴールデン変な感じで使わないでよ。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。